スティックセニオールは株式会社、酒田の種が開発し販売している、ブロッコリーに似た、緑黄色野菜。ブロッコリーよりも花が大きく食用部となる果女は、小さく、茎が長く細長い。かい一品種であるが、一方の親はブロッコリーでありも、う一方の親は、ブロッコリーと、カイラントの雑種である。従来のブロッコリーに比べ合わせで、対処性に優れているのが、大きな特徴である。 また、油中の素材としては、例外的に、品種登録された。なお、現在では、期限切れになっている。スティックセニオールは、横浜の酒田の種が1991年に、登録出願した品種である。育成開始は1987年であるので4年間での、出願は、油中の F1 品種の登録としては、非常に短い。これは、 花粉培養による半数体育種を利用したことによる。素材の新品種では、薬培養による作質とされているが、岩手大学の高畑義人名誉教授の英文の創設によれば、花粉培養による作質とされている。アメリカで販売されているスティックセニョール日本でも当初は、クリエイトの名で流通を試みたが、品種登録出願後に、修正の指摘があり、スティックセニョールとして、 品種登録された。海外では1994年にメキシコにおいてアスパラガスのような見た目からアスパーションという名前で三本社との提携の下で商業生産を開始した。1996年にはアメリカでも販売されるようになり、1998年にはアメリカ合衆国カリフォルニア州サリナスのマンパッキングカンパニーと提携して、 ブロッコリーニの名前のもと生産されるようになった。最近でもブロッコリーニの新品種の開発が進められている。スティックセニオールはブロッコリーに似ており、細長い1 5トルから3 0トルの茎を持ち、8 0トルの長さになる1年生、または2年生の総本植物である。葉や若い茎、つぼみ、花はすべて食用となる。味は、 アスパラガスやブロッコリーのような甘みがある。主な調理法には茹でる、蒸す、炒める、ソテーなどがある。ビタミン C に富み、ビタミン A や食物繊維も多い。また、少量カリウム、カルシウム、鉄を含有している。冷涼な気候の下で生産され、極端な環境での生産には向かない。また、ブロッコリーに比べて、寒さに弱く、暑さに強い。 苗を移植してから50から60日間成長する。頂き辛いが大きくなった後で、辛い直下を摘心し、その後に伸びる即死を辛いが開かないうちに収穫する。収穫後は、蕾が開かないように、摂氏レードに冷やして保存される。アメリカにおいて、スティックセニョールは、冬季はアリゾナ州の湯まで、冬季以外の時期はカリフォルニア州セントラルコースト付近で生産される。 ありがとうございます。